おはようございます。小林食品の渡辺です。今日も元気に削っていきます。今日はカツオの薄削りです。主に出汁取り用として使われます。特に注意するポイントは鼻の質感です。出汁取り用として使われますので、粉っぽくなく大きな鼻であることが大切です。今日使用する原料は国産のカツオアラ節です。サイズも大きく形も綺麗で、大きな綺麗な花が削れそうです。はい、次に花の厚みを確認していきます。狙う厚みは100ミクロンです。100ミクロンちょうどです。とても大きくて綺麗な花になってます。次は水分の確認をしていきます。18% ぐらいだと思われます。ちょうどいいです。花の形状を確認していきます。粉っぽくなく綺麗な花になってます。綺麗な出汁が取れそうです。小林食品は絶賛稼働中です。ありがとうございました。